はい、皆さんこんにちは、ファーです。はい、今ですね、佐賀県にありますワークマンプラス八重店に来ております。はい、ワークマンプラスの店内のパトロールをしてみたいと思います。初めてワークマンプラスの店内を撮影しますので、かなりテンション上がってます。それでは行ってみましょう。はい、店内に入ってきました。天井が高いのか陳列の仕方なのか、かなり開放感のある店内ですね。とても広く感じます。ウィンドコアの空調服ですね。売り場もかなり広くなってきてますね。作業着系の空調服もたくさんありますね。ウィンドコアの空調服、いかにも作業着といった感はなく、アウトドア、カジュアルウェアに取り入れやすいと思いますね。はい、4D 冷感アイスパンツですね。カラーもサイズもまだ豊富にありますね。サイドメッシュ、バックメッシュ、さまざまなキャップがありますね。メリノウールミックスワッフル半袖 T シャツですね。980円です。こちらゼロドライマイナス5度半袖 T シャツですね。980円です。ワークマンのスポーツウェアはファインドアウトをはじめ最適なアイテムが充実してますね。高機能なのに低価格で手に入るとあって、口コミで愛用者が増えてますね。もちろん普段使いもできますね。冷感リクレクティブ半袖 T シャツですね。580円です。これはかなり軽いですね。とても肌触りも良いです。これが580円ですからね、すごいと思います。次はこれですね、見てください。ムーブアクティブランニング半袖 T シャツ499円です。ワンコインでお釣りがきますね。ムーブトレーニング半袖 T シャツ780円です。持続冷感コットンオーバーサイズ5分袖 T シャツですね。780円です。これ5枚ぐらい持ってますね。で、裏面が濡れるとかなり冷たくなります。はい、小物類ですね。ポーチ関係が多いですね。この赤いのなんか見たことないですね。テントウムシみたいな感じですね。はい、小物やスマホを入れるような感じですね。ちょっと触ってみるんですが、かなりファスナーの開け閉めがしやすいポーチですね。はい、色違いもあるみたいですね。なかなか他では見られないような商品が結構ありますね。宝探し感がありますよね。はい、続いてサコッシュですね。980円です。年中使える商品だと思うんですが、サコッシュはなんか夏っていうイメージがあるんですよね。続いては財布関連ですね。そのほとんどがコーデュラ素材を使ってますね。耐久性がありそうです。放熱冷感シリーズですね。これは家族の分も合わせて8枚持ってますね。放熱冷感のポロシャツですね。780円です。はい、今度は半袖 T シャツですね。これが499円なんですよね。かなり使い勝手がいい T シャツになりますね。ガジェットレインジャケットですね。3900円です。これのブラックを私持ってますので、近日中にレビューしたいと思います。こう見えてこれレインジャケットなんですよね。かなりおしゃれなデザインになってます。他にもレインジャケット、レインウェアは結構豊富にありますね、まだ。はい、こんな感じですね。3レイヤーオールウェザーパンツですね。2500円です。普通のチノパンに見えますが、これは耐水圧1万ミリ、糖質度2万5000グラムある商品ですね。はい、レインウェアの常識を覆すような商品になってます。はい、3レイヤー糖質レインショートパンツですね。1900円です。こちらも限定生産の商品になってます。アウトドアキャンプに役立ちますね。コットンキャンパー2900円です。焚き火の火の粉もへっちゃらということですね。キャンプ以外のタウンユースでも使える優れものです。高撥水シェルジャケットですね。1900円です。こちらはジュニアサイズもあります。ジュニアサイズは
980円です。こちらライトサリーパーカーですね、1900円です。こちらも限定生産ですね。防虫加工されたレディースレギンス980円です。はい、レディースものですね。ドライハニカム半袖ジップアップです。980円です。これは結構涼しそうな感じがしますね。アクティブカーゴジョガーパンツ1900円です。レディースものが豊富ですね。リラックス UV ガウチョパンツ1900円ですね。レディースエアロストレッチクライミングパンツも1900円です。ポロシャツも豊富にあります。こちらムーブアクティブドライ半袖ポロシャツ780円ですね。リフレクターがついてますね、背中側に。はい、続いてこちらですね、襟周りを濡らすと冷たいポロシャツですね、1500円です。夏に役立ちそうですね。襟の素材は触ると冷たいですね。大人気のショートパンツですね。さまざまなショートパンツがありますね。はい、こちらムーブアクティブコットンショートパンツ980円です。これベルト付きですね。7色あるみたいですね。シアサッカーストレッチショートパンツ980円です。限定生産ですね。隣のシアサッカーストレッチアンクルパンツ1500円、こちらも限定生産ですね。はい、こちらの耐久撥水ラッシュガード半袖シャツですね、1500円です。これ触った感じ気持ちいいんですよね。ツルツルしててシルエットもかっこいいですよね。シャツ系も豊富に取り揃えていますね。続いてはこちらですね、ムーブトレーニング半袖ハーフジップ980円です。ハーフジープは何かと役に立ちますね。これは柔らかくてストレッチ性がかなりあるような商品ですね。はい、こちらのマネキンを見てください。仮面ライダーの変身ベルトのようなデザインですね。腰ベルトパンかな。はい、顔周りに風が来ますね。はい、続いては虫がよりつきにくい防虫加工がされているエアロガードストレッチ長袖ジャンパーですね、2900円です。イエローがジャンパーで左のオレンジがシャツですね、1900円です。はい、 4D 冷感アイスパンツですね。やっぱりマネキンがあることで履いた時のイメージがつきやすいですね。かっこいいですよね。はい、レディースもののハイストレッチ UV アクトワンピース1500円です。はい、ハットも結構豊富にありますね。あと以前ですね、少しだけ紹介したことあるんですけど、エアロガード防虫ハットですね、1280円です。はい、ここまでメッシュガードが顔を覆ってるんですね。これは釣りやガーデニング草むしりにかなり役立つんじゃないでしょうか。はい、ワークマンですからもちろん作業着関係も充実してますね。作業関連の小物類も豊富に取り揃えていますね。長靴やレインブーツも豊富にありますね。安全靴も980円からありますね。ハイバウンスセーフティーのブラックがどうしても品薄ですね。作業用手袋も種類がたくさんありますね。はい、こちら女性向けですね、虫除けアームカバー980円です。はい、虫除けスプレーが苦手な方はこういうアイテムがおすすめですね。虫除けポンチョ、はい、いろいろありますね。はい、クールタオルですね、毎年品薄になる商品ですね。早めに手に入れないといけないですね。はい、靴下ですね、いろいろな種類がありますね。今写っている以外にもたくさんの靴下があります。そのほとんどが高機能低価格ですので、ぜひチェックしてください。シューズコーナーですね、皆さん一度試着してみてください。価格も980円からあります。はい、
その価格帯でここまでの機能性を持たせているシューズはなかなかないと思います。はい、こちらも女性向けの商品ですね。防虫ネットやマスク、ワークマンの定番商品以外の女性向けの商品がかなり豊富ですね。皆さんいかがだったでしょうか。はい、店長さんが女性ということもあって、結構女性に向けた商品というのは多いかなという感じがしました。ワークマンの定番商品以外が結構ありましたので、はい、そういうのも見つけるのも楽しいんじゃないかなと思います。はい、こちらのワークマンプラス八重店さんですが、中の商品を見るだけでも結構楽しいと思います。ですのでお近くの方はぜひワークマンプラス八重店にお越しください。はい、今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。